株式会社 AI によるデモ音声です。15連勝中の日本馬の牙城を打ち崩すべく、2021年は3頭の外国馬が来日。株式会社 AI によるデモ音声です。アイルランドの A オブライエン厩舎からはブルームオス5歳、ジャパンオス5歳の2頭の G1 ホースが刺客として送り込まれてきた。株式会社 AI によるデモ音声です。世界的名伯楽の A オブライエン氏が3年ぶりに実力馬を日本に送り込んできた。株式会社 AI によるデモ音声です。過去に4頭を参戦させるも、17年アイダホの5着が最高着順。これはデモ音声です。とはいえ21年のメンツは一味違う。株式会社 AI によるデモ音声です。ゴール地点の手前あたりから加速し、しまいは 1F14 秒ほどに伸ばしてフィニッシュした。株式会社 AI によるデモ音声です。キーティング助手も、両馬ともリラックスしていて、厩務員の2人、ともに元障害騎手も、馬の状態に満足していますと出来に太鼓判を押す。株式会社 AI が提供するデモ音声です。外国馬で、最後に馬券に絡んだのは、ブルームの父、オーストラリアの母にあたるウィジャボード、6年3着。